K リーグ1位2位のイ山マ・ゲと全北現代がアジアサッカー連盟チャンピオンズリーグ組別リーグを組1位で終えた。それぞれ G 組、H 組の1位でトーナメント進出を確定した。全北は21日午後、全州ワールドカップ競技場で行われたブリーラム・ユナイテッド F ・ c との G 組組別リーグ最終戦いでスコアレスドロー。 4勝1敗1分け、勝ち点13都市、G 組の首位でトーナメントに進出した。また、イ山は同時刻、中国上海スタジアムで上海上港との H 組最終戦いに臨み、零五で大敗。しかし3勝1敗2分け、勝ち点11で H 組の1位となり、ベスト16に進んだ。なお、 イヤマは浦和レずズと、前北は上海上港とベスト16で対戦する。